振り返ってまいりましょう。まずは1回戦の第15試合、クラブラットとコブンは見事コブン選手の勝利。そして、今ご覧いただきましたユウ選手 VS 無線の試合は無線選手の勝利となります。さあ、32名から16名に絞られまして、決勝トーナメント1回戦が終了いたしました。続いて進めさせていただきましょう。続きましては決勝トーナメント2回戦です。まずは2回戦の第1、第2試合をご案内してまいります。2回戦第1試合、1番2番兄弟、こちらにご案内するのは小人 VS 小石360。そして3番4番兄弟にはテルロック VS 赤です。4名前へ拍手を迎えください。さあ、そうですね、これも迷うんですが、今まで、ほぼ全キャラクター見たかな。そうですね、じゃあ3、4見ましょう。3番、4番兄弟をご覧いただきます。それでは2回戦に入ります。2回戦第1、第2試合参りましょう。レディーファイト。さあ、2回戦の第1試合、第2試合、3番、4番兄弟の方は赤さんとテルさんの試合になります。さあ、今回テルロックさん、はい、相当モチベが高いと。そうですね、かなりプレイヤーに聞いても優勝候補としてかなり名前が上がっているプレイヤーの一人ですね、はい、さあ、それに対して先ほど手下ろしかゲームフーを倒し、流れには乗って勢いには乗っているか赤さんのマリコーサー。さあ、ワンピガーが赤さん、ツーピガーがテルロックさんになります。ステージは天井のあるステージですが、鉄人対帝王戦 3BP、 しかしゲナホールド、ステージが半分壊れる。前投げで落としていく P から、おっ、 P 投げはしゃがんで投げ返す。 6P ガードして 6PP SSP から 6P8K、 4PK からのサマー P プラス K、 K からの下段中段、壁に当てる。さあ、裏に回る、おっと、これは壁コン行ってしまう。シャーマンで起こして4段出すからの投球排泄コン、1本目はテルさんのリファン。さあ、開幕しゃがして 6PK で落としていく。さあ、ステージを壊して追加ダメージも取っていくのはテルさんのリファン。さあ、下段を1、さあ、ここら辺の下段を1空振りもかなり読み合い回りますからね。さあ、武将1、 6PK 浮かせ七寸法、 PKK がカウンターで当たる。 PP から 9K、 しかし最速で連中撃を出している。 SSP ガードして投げる。さあ、体力リードしているので無理はしないテルロックさん。投脚から66K、 2連脚からの七寸法。さあ、大市がしゃがんでる。 PKK 入って下段から、さあ、浮かす 4PKK。さあ、このラウンドの体力リードは赤さん、 SSP からの、さあ、 3BK で風邪いって、おっと、これは起こしかってパワーでも、おっと、入る。これはもともとガードさせる予定か、パワープロ入って結果オーライ、ガードして下段、ガードして下段投げ、3対0勝ったな、テロロックさんのレイファンです。おめでとうございます。しっかりしていますね。なんか通じ合いましたね、今きっと。はい、いや、しかし本当に、今もうこのニコ生コメントではゆるキャラだなという、マスコットという、あの、素晴らしいコメントも頂戴しておりました。そういう考え方もあるんですね。いや、でもね、本当素晴らしい戦いでした、2回戦、見事突破いたしまして、ベスト8に2人が名乗りを上げました。まずは、2回戦第1試合、コビト VS 小石360は小石360が見事に勝利、おめでとうございます。そして、ただいまご覧いただきましたテルロック VS 赤、見事にテルロックが勝利となりました。おめでとうございます。さあ、ベスト8が2人出揃いました。続きまして、2回戦の第3、第4試合をご覧に入れてまいります。
ゆういち VS NCR、 そしてポポゆかし4名前へ。さあ、お互いじゃんけんは終わりました。ここまでおそらくバイマンを見せてないのかな、かな。ということはじゃあ1番2番筐体いきましょう。はい、1番2番筐体を移してまいります。それでは2回戦の第3第4試合とまいります。まいりましょう、レディーファイト。さあ2回戦第3試合第4試合いってみましょう。エレナ対バイマンの試合をお届けします。ワンピー側が高血、ユーイチ選手のエレナ、ツーピー側が、あ、バイマンですよね、はい、NCR 選手のバイマン。さあ、手数キャラとホールド一発キャラ、どちらも床天井をうまく使えるキャラクター。開幕はボッコ 4P6P 投げて 4P1PK からの口コンボ、下段をホールド、1回目お速を切る。さあ下段潰して風車式バックリカ、下段からスマッシュが見えたがしゃがんでいる、しっかりしゃがんでいる。さあ止まろ、 6KPP 空中コンボ、昇段入ってしっかり下段を重ねていく。今のも取られるとラウンド終わる体力でしたね。さあ好きだらけだ、おっと、はい、カウンター風車式バックリカ、 6PK からの PP 1本取り返す。さあ会場が熱くなってきた、反撃から、さあお互いお見合い、 OH から P6P、 さあ上段 PP 風車式バックリカ、さあ風車式が4つになっている、6にしてやる。ゲーム終わるよ、思わず観客席を見る自信ある。ケーキ復活をして3軒から、しかしここほど、さあこれはリーチ長いんです。さあスカーグ6軒から、さあ置き攻め反応る、3番出して、さあ SS、 さあここは 9P4K で浮かすが、6軒潰す、 KKK から投げ返してフルセット。さあ KKK から下段、さあ下段起こして下段 6PP 入って、さあしかし佐野翔圏で潜るが中段パンチホールド、まだ上がらない、中段受け入れで内面潰す、好きだらけだ、壁へ行ってしまう。 P から風車式バックリカ、おお、これ浮かして浮かして、コンボがおっと入る、3段なぁ、確定投げ、運投げ、3対2勝ったのは NCR バイマンです。おめでとうございます。いやー、これは素晴らしい戦いでした。見事勝者 NCR。 それでは振り返ってまいりましょう。2回戦の第3第4試合です。まずは U1 VS NCR はご覧いただいたように NCR の勝利、はい。そして、一方の第4試合ポポ VS ゆかしは見事ポポが勝利いたしまして、それぞれベスト8進出を決めております。おめでとうございます。いやすごい試合でしたね。ここレジェンドトーナメント、セカンドトーナメント、フォーストーナメントと優勝者集まってるんですけど、そうですよね、抜けたのは NCR さんのバイマンでしたね。ヤミマさんの中ではそのフォーストーナメントにおいてのその、はい、あの NCR さんのその何でしょう、力をめきめきつけてきたところ、ね、そうですね。彼ももう本当に15年20年来のプレイヤーになると思うんですけれど、今が一番強いですからね、もう間違いないです。さあ笑いが起きましたけど、いや大丈夫ですよ、今本当に今一番乗ってるという一番強いですね、すごい今ポジティブですよね、はい、このブロック抜けたんですからね。そうですよ、はい、もう闇間マジで言ってますからね今普通に、はい、いや自分もマジで、はい、聞いてたんですけど、はい、意外に笑いが起こるんだなと思って真面目に言ったんですけど、はい、ね、そうです、真面目に言ってましたもんね、はい、残念、なんかめんどくせえなこいつ。では
して2回戦の第5、第6試合ご案内してまいりましょう。2回戦の第5試合、まず相馬 VS フラック、そして2回戦第6試合はテスト VS ヒロポン4名前へ。ワン・ツー・スリーというじゃんけんなんですね。確かに海外な感じなんですかね。まあそうでしょうね。英語で我々はもう戦っていかなきゃいけないですか。じゃあ、マリーローズまだ見てないと思うんで、1番2番見ましょう。マリーローズ見たいですね。はい、もうコメントでもマリーローズ見たさんにこのゲーム買ったわというコメントもありましたから、マリーローズはあの無料版の方でもマリーローズだけあのご購入いただいてプレイできますから、はい、絶対マリー目当ての方も多いかもしれないですね。さあ、それではそのマリーローズをご覧いただきましょう。2回戦の第5、第6試合参ります。レディーファイト。さあ、マリーちゃんがついに配信台、対するは北陸の雄フラック選手のバース、バース対マリー。開幕解説 2PP から 3K サーボーボールをいなすタイフガード、シャーパーから 3K バストから、おっと上段はしっかりテナホールド。さあ投げていく、休憩から 4PP、 おっと投げ抜け、 3K で壁当てて、おっと三三投げいったんでしょうかね。1ピンからさあ、抜ける揺り取って、しかしレッドスパート中盤ホールド。ここら辺がドアの醍醐味ですね。さあ、スカムしっかり投げる、6ピンから前投げ、あ、失礼、基本投げでしたね。あれさあ、起きる、潰して浮かしていく、2ピンからオートロピンが入らない、しかし休憩ホールド入っている。6ピンから3ピンへ1本取り返す。さあ、技の速さではマリーの方が上行きますからね。さあ、いなして、ロッキーから、さあ、パチガード、パチガード、剣が来たら、おっと、探して、しかし、KK の尻餅は通さない、1P から、さあ、一本突き、ガードする、KK、男が入って、3P で浮かすが、空中も入らない。さあ、投げて 4P から 6K バース、スーパースト 7K からの H プラス KKK しっかりコンボ見えてくる。ズッキか15ズキからバース、スーパーストランチャー、高いオートミスター。さあ、ここもまだ2段出していく、壁まで行ってしまう、ケンタキック。勝ったのは3対1、フラック選手のバーストになります。テストさあ、採用見ましょう、採用見ましょう、はい、終わった、フルセット、フルセットです。ロッピーけけけ、しかし OK、 ロッピー入って、ハイカウンターまで。さあ、リードヒロポン。さあ、OK、 さあ、まだあの OK で OK、 当たる時点でフラック選手、失礼、テスト選手まだ持ってるか、これは第6試合テスト VS ヒロポンは見事にヒロポンの勝利、そして一方ニコ生ではずっと事案発生事案発生とかね、合法だとかそんなことしか書いてない、何が見たかったんでしょうかっていうぐらいの、しかし見事に勝利いたしましたのはフラック選手、相馬選手との対決を制しました、お二方見事ベスト8の進出おめでとうございます。
さあ林プロデューサー、はい、ここでもういろんなところで番狂わせというよりも、まあそもそも大会のところに絶対はないんですけどね、はい、あのテスト選手は韓国なんですけど、韓国でそもそもアーケードやってないんで、そういう目だったらハンディキャップがあるんですよ、はい、でももうこう一戦でここまで来られたんで、もうやっぱテスト選手にも拍手を送りたいしたいですね。はい、ということで韓国からいらっしゃったテスト選手に大きな拍手をお送りください。さあそれでは2回戦最後のターンとなります、2回戦第7第8試合です。ニキ VS トンジチ、そしてコブン VS 無線、4名前へ。さあこれあのまだミラとハヤテを見てないので、どっちも、まあ、まだ見てないキャラクターがいるのですが、が、ミラ見ましょうか。じゃあ、1番2番筐体ニキー3対トンジチさんの方見てみましょう。はい、ニキー VS トンジチの試合、1番筐体を打ちにしてまいります。参りましょう、2回戦最終ターンとなります。レディーファイト。さあそれではミラ対アヤネの一戦を見ていきましょう。さあここから来るとだいぶ難易度の高いプレイヤーが多くなっている。ワンピー側に座るのはトンジチ選手、ミラ解決。ツーピー側がニキーさんのアヤネ解決。対決同大戦、ステージはストレートステージ。ミラのテーマが鳴る。開幕シャーパンからユーレドットシャーステ、1ピーから6ピー KP、 3ピーピーからの P6PP。 さあ早かった、しかしジョーダンホールでフォロー。さあ中距離戦はどちらもできるが、アヤネに分があるか。しかし 3BP の尻餅をしっかり使っていく。バースキックからの振り向き 3K、 1本目はトンジチ選手のみが KK に対してシャワセ、あの HP がノーマルヒットで有利なんです。さあ 6P を振り回していく。しかし 6P に戻るが壁ドン。さあ PP から前投げ。さあスカーフでしっかり6-6投げ、2段決めていく。しかし壁を背負う、逃げていく。さあ中距離戦、体力リードはトンジチ選手。3下付け当たる、オケラ当てバースキック。おっとここは安全に逃げていく。ここら辺は距離調節さすがですね。6-6当たって伸ばしとレッグキャッからおっと振り向きは間に合わず、バースキックが当たる。先にリーチはトンジチ選手。1P から投げていく。 KP はエキスパー中間ホールド。 3K からの回転投げ。さあこのダメージ 6KK カウンターヒット。尻餅から 4K しっかりガードして中2分投げ。さあ最速 6P しっかり割る。 3KK から PP8K 抜かす。 P6PP からの PP4P。 さあさあ当たってバースキック3対0勝ったのはトンジチ選手のミラ、おめでとうございます。見事勝利いたしましたのはトンジチ選手、おめでとうございます。さあこの辺からやはり勝利を決めると感情を大きく出してきますね、ベスト8進出選手、そろそろご紹介いたしましょう。2回戦の第7試合です。ニキー VS トンジチ選手はただいまご覧いただいたようにトンジチ選手の勝利、そしてコブン VS 無線の試合はコブンが見事に勝利、8人目のベスト8はコブンでした。お二方大きな拍手お送りください。おめでとうございます。さあ以上で2回戦を終了となりました。これより一旦休憩とさせていただきまして、6時15分ですね、18時15分より再開となります。そこからはもう時間的にも1筐体進行で大丈夫ですよね。次からは、全て1筐体進行でお届けしてまいりますので、ぜひ引き続きこちらのチャンネルでお楽しみください。それでは一旦会場より、皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。